こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、神経は光樹で鳴くです。夜明けを告げる鶏は高い木の上で鳴くということで、悟りの境地を表した句です。今から神経は光樹でなくを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。